11。国王の城への平和的行軍に生じたわずかな事態。すごい。すごすぎるだろ。ウォルター・キーンって誰だっけ？あの怪盗ね。ジェームス・ターナー、医者。コッホ、共犯者。軍人なんだよね、この人なんかね。ニコラス・メイか。なんか、新勢力出てきてるな。あの像が我らの王だから盗まれ、哀れなヴィラードライトが死を迎えた場所にいて待つ。ヴィラードライトって誰だっけ？やばい。わかんない、覚えてない。なぜ嘘数しか戻っていません。まあね、まだ何もわからんからね。まだ見るものはある？一旦ないか。この政権は崩壊しなければならない。反乱軍。うん、これまだ吸ってないからね。なんでお前が持ってんだ。かかし。あの場にいた誰か。かかしの話ってあれじゃない？これこの場にいた人ってリトルピップ。髪がもうかいなり。でもそんなわけないよ。デビッド・ゴランの年の虎の差から言って、ここのチャプターってだってこの人が割とそのまんまの姿なの。そんなわけない。こんなジジイなわけない。誰？手の2番目の人らしい。もうメモ消しちゃった。
めちゃくちゃ難しいな、この最終章。みな、マジ？そんなにあれなんだな、時系列に思いっきり離れてる世界じゃないんだな。誰なの今そもそも。モントクラウズレーってエドモンドも狙ってたんだなこいつ。金を持っている。なんとね、取るべき単語は全部取っちゃったらしいよ、もうこれで。マジ？え？これで終わり。なんじゃそりゃ、もうフル活用せいと言ってんのか。うん、早朝に何かなぎなぎをなぎなぎで殺す。時系列で3人死んでいるのは、3人死んでいるのはこれとこれと、あと一人、あと一人死んでる人がいるはず。いやこれもそうっちゃそうだけど、死体の山だぞ。だってこれは、早朝、うわお、やばいな。ここがすごい、ここの話が分かんないと分かんねえな。ラザルスが戻っていなくて、アリスターとジェームスが捜索に出かけた。アリスターとジェームス、
ミラードライト、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 ミラードライトが死んだ場所？あ、これそうなんだ。全然わかんなかった。ミラードライトが死んだ場所、つまりこの宿屋。見て待つと言ったが、お前の本当の羊を。ラザルスに対して恨みを持ってる人って誰なの？これじゃないの？これかこれじゃねえの？これラザルスの本でしょ？これラザルスの本でしょ？ラザルスでしょ？ラザルス。ストーリーが分かんない。困ったな。政治も歴史も興味ないから、こういうの何が起きてるのか分かんないんだよ。マジで基礎知識がないので、何が起きてるのか分かんない。これがね、良くないんだよね。政府対反乱軍みたいな話なんだけど、こいつらが政府じゃなかったんだっけっていうのが俺の中にあって、誰と戦ってるのか分かんないね今。新型の馬車、新しい二輪の変な乗り物、それはさっきあったやつだよね。これこれとか、ここで死んでんのは何なんだ。複数人が爆弾包帯か、大砲か、大砲で死んでますか。このエリアの2階に行けないのが不思議だよね。ここの2階にて待つって言ってたんだけど、それはこれ？やばいな、全くわからない。船船、大砲、こいつらも何なんだろうな。全然わかんない。これが誰かをまず見る。そんな人いたっけ。なんか手にマークついてるとかはなんかいたけどさ、ここじゃ見えねえんだ。これ何だったんだ。これ違うしね。ここのショーでそもそも
2番目の手の人って誰だったっていうと誰だった？2番目やばい、何も覚えてない。俺たち2人が初めて出会った場所。この家ってなんか家だったりする？いやー、ライオンがいない。ここ何？あ、違う違う、これはあれだ。どっちかっていうと、こっちか、この家か。ここだ。ここでこの二人は出会ってはいるんだよな。この帽子はな、なんかあいつだもんな。金。ああ。ここで年取ってんのあれか。あの、年を取りました。前回のあれか。金は年を取りましたをやられたからか。ここで。何年か持ってかれたからか。だからジジイになってて。まあ、金が、こいつを倒した。これがラザルスなのか？ラザルスってでもここにいなかったよね。いないよね。いない。ここにいるのはゴランなんだよ。ゴランとキーンの話だよ、ここって。ラザルス、じゃあ何が気になっているかっていうと、ラザルスの部屋みたいなところだと思われる場所に、これが置いてあること。違う違う、ラザルスに来たやつと、違うわ。この人の手元に来た、どうだ、この人の手元にあるこれは別か。だこいつはあれでしょ、あの人でしょ。これいつなの？それはこれはどこだっけ。新型の馬車が、で、正午前。午後？二輪の変な乗り物が、これなんだよな。これだよね。これは二輪ではない。これ何？馬車てか馬。今昼だ。今から次行くぞって言ってるのがこの午後の話。でも午後に何々が何々を殺したって言ってるから、これってどこにある話。まだ起こってない話じゃない。
こんなにわからんもんかね、時間時系列ですらわからないゲームってやばいな。これが2段目の話で、これが1段目の話でしょ。じゃあ1段目の話ってあの2人の話かな。デビッド・ゴラン・ウォルター・キーン。代わりに何々を何々見つけた？と、キロで彼はそれを巡って何々を始めた？これとこれの話？ここに関するストーリーが全くわからん。全くわからん。ジェームス・ターナーとアリスター・コッホ。アリスター・コッホは「ラザルスを探しに行った」。代わりに黄金像を、どこで見つけた？見つけてその場で刺しただったらここだけど、そこはどこ？名もない交差点。交差点？C に行き、当たっちゃった。テイタクってどこだ？バックのテイタク、つまり。ここだ。
あ、じゃあ一番最初これなんだ。一番最初これが行って、バーはドッカーンってなって、第2弾であいつらが来て、ここで像を見つけた。ここになんで像に関するストーリーが展開されてんの？これはだってどう見ても大砲だろ。ゾウの力使ってないもん、これ。一番最初の話ってこれなの？どっちが誰だっけ？生きてんの子だから、オッホがターナーを殺した。県で、あ、場所交差点。最初の殺人が、ラザルスが死んだって話、これ。誰が殺したラザルスを。そんな話ある？大砲の持ち主誰とかって話になるの、これ。この小屋の元々の持ち主。クラウズレイ。クラウズレイという名前はその後出てきたっけ。こいつらが全くストーリー上関わってきていないのが気持ち悪すぎる。なんだこれ。国王を誘拐しようとする。私と私のご主人は脱出するんだ。うわ、これ見てなかったな。なんだこれ。誰だっけ。これってアダでしたっけ。アダとデビッド・ゴランなんでしたっけ。ん、違うよ。ここでしょ、ここでしょ。誰だ。やべえ、日を明けてやるもんじゃなかったこのゲーム。やるなら一気にやるか、手元にちゃんとメモ残さないとダメだった。もう覚えてないこいつのストーリー。11時半頃に到着するように指示した。一人で来たら近づく。君の競争剤から逃れたものの持ち物を渡してきた。
逃れたものは、え？ん？クラウゼルは死んでるけどな。クラウゼルの持ち物渡してきたら指示書を差し出せ。指示書。脱出するためのなんか裏でやってんよね。脱出するための船などのようにも見えなくはないけど、見えないな。大砲つけるか。こいつらって多分関係ないんだと思うんだけど、これ指揮しない珍獣の羊、珍獣の羊のこれ誰だっけな。これやで、珍獣の羊は誰？これ誰？なんでここに関係がある話になるの？セバスチャン。いや、ここで死んでるよね。これ大砲で死んでるのが、さっき何見てたんだっけ？これか。これを持ってる人、これを持ってる人は、この人が死んだ場所がこの辺だってこと？ここで馬が走ってんだから、ここで死んだってこと？え？
これは合ってたことになっちゃう。解放で死んでるやつと、なんか言い争いで死んでるやつと、カカシで死んでるやつだよな。黄金像に関する何かここであって、なんだこれ。やばいな。点でわからんな、この辺。全くだなこれ。
これはわかんねえ。お前を証明する個人的な何かを顔を隠した女性に渡せが、あいつでしょ、あの酒場で待ってる人でしょ。何が起きてんだ。ラダルスに対してじゅうじはんにあそこに行けって言って、酒場に行ってそこの女に何かをやれ。これが分からんのよ。なんだそれ。ストーリーとして分からん。分からん。ここにて待たされてるんでしょ、こいつは。でも人は来なかったわけだよ。もう午後だから。何が間違ってるかもわからない状況。そもそもわからないから、何が起きてるか。ここをまとめたものが右側なんだけど、右側が埋まると左側が埋まるっていう状況でもあるんだよね。で、今ここがもう、ここを総当たりで埋める？なんかもうわからんし。何がわからないのかを洗い出せよ。この人の主人が誰かわからない。ラザルスの真の正体が何かわからない。わからないよね。ラザルスは何を目的に動いてたのかもよくわかんないんだよ、結局。起きた事象だけがバーッとこう12個並んでるけど、その裏側の思想が分かってないんだよねっていうのがやばいか。そのまま進んできたことがもう悪かったんだ。ちゃんと一個一個俺の腹の落ちるように進めるべきだったんだ、このゲーム。失敗したね。遊び方を失敗したってことで解けない。何が誤ってるかを知りたいけどな。ピーター・ニコラスって誰？ニコラスは家のヒゲじゃねえ。あれ？これじゃなかった？ピーター・ニコラスって誰だ？あ？ニコラス？ちょっと待って。ニコラス？ピーター・ニコラスって誰？俺これ誰のつもりでこれ入れたんだ？
これだ、え、これ誰？聞いた？聞いた？聞いた？いやいや。やば。え、誰だ、ピーターって。ピーター・バトレー。ピーター・バトレーをなんで俺入れたの？なんかと勘違いしてない？これ誰か殺したんか、すでに。ん？なんかやって逃げようとしてんの？1788年、1795年、ちょっと待って、これ誰？エドモンドって、エドモンド・クラウゼって誰？1788年、ん？1795年、ちょっと待て、ちょっと待てよ、エドモンド、エドモンド、これか、これエドモンドか、顔似てるか、あ、そういうことかもしれん、この顔か、こいつが、あの、だから若返り、うわー、そういうこと、今急に来たな。ここで死体を集めてた理由は、こいつが死んだと思わせるためのトリックで、実はエドモンドは自分に対して若返りを打ってんじゃないの？これだろ。え？やばくねえ、こいつ。マジ？え、それだとするとなんか、あれ？それだとすると？それだとすると、こいつが像を使って自分の姿を若返って、ここで死んだと見せかけて別人として生きて、別人として生きて、そっからこいつは何をしようとしてんだ。こいつはもう像の使い方をマスターしとるんよ。それを使ってもう一回なんか牛耳ろうとしてるのかね、この力を使って、なんかこういう裏のなんかに入って表の世界を取り仕切ろうみたいな感じになって、成功してなんか成功してって、で、ん、ちょっと待って、じゃえ、これ何、じゃあこれ何、そこでなんで、あれ、そこでなんで、これ結婚するために若くなってるんだったらしたらクソダサいけどな。え、エドモンドがあれだとすると、こう3月15日、だここで結婚したんでしょ。でここからなんか10年ぐらい経って、当然これが来て、こいつの心の中がわからん。わからんけど、ん？ことがあるから、なんか前回のあの、ここの国からは、なんかまた、この国がどうなったのかわからんねんけど。なんでこうなっちゃうんだろうな。
反乱軍になった。これだってあれじゃんね、これこれだから、これはここで死んでるんだけど、あいつがこいつを殺す意味よくわかんないしな。これこの人ってここの章別に関わりないよね。関わりないけど、クラウズレー、クラウズレー、クラウズレー一家、クラウズレー家、こいつからしても一応この家は知ってんのかな。知ってる家なのかな。だから何？まだ分からん、まだ分からん。ん？これやとしてピーターバトレーだとして、ピーターバトレーは、理想の妻、ちょっと待てよ。ラザルス・ハーストは、ラザルス・ハーストは、理想の妻を、渇望するためである。ピーター・バトレーは、殺害するために訪れたは気持ち悪いな。うわ、ここ正解しちゃった。ピーター、あいつやったんだ、やっぱやったんだ、あいつここで、こいつ、それはなんでかっていうと、妻を奪われるから、この人のところにこんなのが来たんですけどっていう話を夫が聞いたので、帰り討ちにしてやろうって感じ。これはまた違う話だよな。これは違う話なんよ。これはお前があのジジイだってことを俺は知ってるかんねっていう、なんかもう答え出ちゃったけど、ウォルター・キーンが出したやつでしょ多分。人の名前なんだっけ、メアリー・リチャーズ。あ、ちょっと待って、結婚したのか、メアリー・バトレー、メアリー誘拐、渇望、結婚するためとかないの？渇望？メアリー、バトレー、バトレー。マジで？じゃあ、こうか。これマジ？メアリー・バトレーを渇望するため、
なぜなら、若返りジジイは、理想の妻を渇望するためである。気持ち悪い話。まあちょっと、ここの辺は、これが埋まっちゃったから、これが埋まっちゃったのと、あのジジイの秘密が分かったから、なんか、そっから言ったけど、うん、ちょっと、むちゃくちゃだろ、これ。むちゃくちゃだろ。で、最後は、ウォルター・キーンがデビッド・ゴランを小屋で殺した。怪盗がゴランを殺した話。は、こことあんまり関係がないんだよね。ゴランの持ってる、ちゃう。ここの話なんだよな。この二人が出会ったな、ここで。何年も前と同じ罠にかかっている。つまり、カカシでした。だよね。こいつはカカシ、中にいると思って撃ったんだけど、逆に外に行って負けた。って話ですね。この件もよくわからんな。君を不当に扱ったことは認めよう。白い鳩、平和。だから、キーンとしては仲直りしようとしたのに、こいつがもう殺しに来たから残念ながら殺しましたっていう風には見える。だから、脅迫ではない。脅迫黄金像の話ここで終わってんだよな。なんかだってあいつが像を持ってますで終わってんだもん。シーンとしてはこれで終わっちゃってんだもんな。ここの二人の話はここには記録が載ってなくて、ここの二人で完結してるしかないのは、ヒントはこれしかねえこれしかヒントがねえ。ここはどこでしたか。これは小屋でいいのか。小屋、うん、小屋で殺したまではそうだから。この辺ちょっとめちゃくちゃだな。何かを取り戻すために何々を脅迫した。こいつは裁かれたんだよね、前回。だから年取ってんのよ、ウォルター・キーンは。32。で、こいつは実はいい感じのとこにいて、裁かれない側に行ってんだよね。ここね、なんか裏切りが発生したのかな。なんで俺だけ
年取るのみたいな話、逆恨みじゃん。そこかこれはね、ウォルター・キーンの今までの動き方がよくわからん。あいつ何やってんのかわかんないところなんだよな。基本的に怪盗なんだけど、なんか仲間になったり、仲間になってんだよね、この辺だと。一旦仲間になったのに、なんか、この次のチャプターで終わってんだよね、その関係性が。ここまではなんかいい感じに来てんのにね。ここは協力してんのにね。ここに何があったの？何があったのかが分かるには、これは情報量がやばいんだよね。これしかない。協力関係をかつ防止するのか、君を不当に扱ったことを認めよう。だから、キーンは反省してる。キーンは反省してるけど、ゴランが怒って手出しちゃったんで、裏からやっぱりキーンが殺した。結果はこうなんだ。ここが分かんない。これ最初逆なのかな、ゴランがキーンを殺しに行くなのかな。いや全然違うんだな。黄金像じゃない、失われた、失われた。あれでもさ、黄金像を取り返せば年取ったのも戻れるんじゃないのって話。ウォルター・キーンが使い方を、若返りの使い方まで実は知ってるんなら、やっぱ像が欲しいなんじゃないの、それは。ここになんか入れたいんだけど、ここはここなんだ。なんか取り戻すために何かを、何かした。何した？ウォルター・キーンが像を取り戻すために像を持っているラザルス・ハーストを脅迫した。でももうラザルス死んでんねんね、ここで。うわー、でも合ってんの？ラザルス・ハーストを脅迫したためである。デビッド・ゴランがウォルター・キーンを殺害しに小屋へ向かった。なぜならウォルター・キーンが黄金像を取り戻す際にラザルス・ハーストを脅迫してきたやつがいるから、ゴランさんがそいつを懲らしめに向かっていきましたの、このここの話。ゴランさんの動き方全く分かんないんだけど、これ。これだよね。二人？二人は分からん。誰だ？ここのストーリーで二人組は登場しないはず。
ん？ちゃいますよ。午後ですよ、だって。これは午前だからちゃうわ。ん？ここ関係ある？こいつらって名前出てないから関係なくない？え、ここの話わかんねえ。これなんだ？誰に関する話？それがわからん。この人が、これは縦読みだから長い文章にはあんま関係ないんじゃん。アダの部屋は一番上。アダは毒を仕込んだ人。ちゃったけどさ、若返りジジイが狙ってたのこれじゃなくてこっちの話。そんなわけなくない。そんなわけないよ。こいつの話が全然独立しててよくわからん。この人のご主人様って誰って思っちゃってるのは、ゴランと結びついたのはこの人だからでしょって俺は思ってんだけど、ここがこうなってるから、この人は知らんのよ。ああ、でもこれあれか。もともと既婚者か。関係ねえわ。もともと既婚者で、普通に脱出したいなって言ってるだけで、謎の指示、これがわからん。これは完全に知ってる人の話で、ここの話を知ってるのは、ここのショーにいた人なんよ。お前か。ここなん、いや、こいつもあれだよね、ブライアン・モーカーって他のショーで出たっけ。実はここにいんのかな。うわ、謎なんですけど。もうちょっとだよーって言われてるのにね。さっぱりだ、ここ。おおよそ怒ってることはわかる。けど、怒ってることに紐づくものがないなって感じだったな。間違ってる場所を当て、やることになった。ここは合ってる。ここは合ってる。ここも合ってる。ここも合ってる。ここも合ってる。黄金像が間違ってる。それは黄金像とイカオルじゃないのか。失われた像と失われた年と
黄金の像はイコールの関係じゃないの？黄金像を使いは戻すじゃんっていう話知らないのかな。じゃあそれを知ってるのって若返ったジジイと、でももう一人あの秘密知ってるぞっていう脅迫像を送った人いるんだよな。これ見るか。ラザルス・ハーストは、若返りジジイは王の城を、あ、なるほどね。そうか、これが、こいつらが元、この旧体制を破壊するためにやってたんだなっていうことすらわからん。それにするために、セバスチャン・クラウドレーの古い邸宅に兵を率いていき、その後に夫ピーター・バトレーと共に隠れていた、それのメアリー・バトレーを誘拐しようとした。どこにそれが書いたんねん。どこに書いたんねん、その話は。が、そこに入ったラザルスとその舞台の前に酔っ払ったピーターと、あれちょっと待って、この話でさ、あの後ろで歩き回ってた馬が持ってたあの印鑑の話は全然関係ないじゃん。なんだあれ。賭博で買って手に入れた大砲が現れた。わかんないって。それはピーターはラザルスを吹き飛ばして黄金像を壊し、メアリーと共にその場から脱走した。え、わからないだろそれ。ってことで当主がいなくなったので、ここのやつは終わり？終わったんだな。解体した。誰？黄金の像があるな。これ金かな。いやー年取ってん？違うな。違うね。これは普通にオークションかなんかで追い出し物を拾う、なんか知ってる人なんだな。うむ。面白かったんだけど、ちょっと想像の範囲がでかすぎないですか、このゲーム。まあ、ある意味ちゃんとそこまで推理して紐づけるっていう想像力がある人じゃないと気づいんのか、このゲームは。私みたいな想像力のないタイプの人間、完全にリズムで全部決めようねみたいなタイプの人からすると、飛躍してる場所がかなりあって、それが紐づかないと絶対解けないじゃんみたいな風に陥っちゃうから、そういう意味ではなんか割と得て増えてあるタイプのゲームなのかも。俺は結局後半ずっとそんなヒントないじゃんみたいなところで何十分も詰まるっていう感じだったから、あんまり得意ではないかもな。あとあれなんだね、裏側のストーリーって本当に自分で考えてねになっちゃうんだ。今のあの、おそらくだけどあのじいさんは若返ったんだよなっていう話が表にこのゲーム中全く語られないんじゃね。あの日付のおかしい手紙だけがヒントで、でもそっからこの結末を予想するのは多分無茶だと思う。むちゃくちゃだと思う。ここにあいつらが住んでいてなんていう話どこに出てくんの。植民地送りだっつって、これが植民地であるっていう情報はどこにある。こいつの話は何だった。これは誰の何だ。これもだから推理には関係ないけど、ストーリーとしては何かあるんだよねって話だよな。まあ、あれか、結局のところラザルスさんの
ラダルさんの思惑がわからない以上ね、僕はこれ以上のことはわからないかな。という感じでした。まあ、どっかで言ったけど、私はあんまりこういう推理もののゲームとかってやったことがないので、うん、やったことがあるのって本当にあれぐらいなんよね。リターン・オブ・ザ・ブラディーンをやったようぐらいで、そっちもでもね、まあ結局はあれもあれで総当たりみたいなことやってたから、純粋に全部ちゃんと自分の力で解いたわけではないけど、あっちの方がやりやすかったんだよ、私としては。なんだか全体的に、こう、ちゃんとこれが分かったからこれが分かるんだみたいなところが理解可能な範囲で収まってたような気はしてて、こっちのゲームは何回も言ってる通りな、ここから次のとこに行くまでの間のステップがあのプレイヤーの想像に委ねますみたいな部分が少なからずあるので、それがそこがそこで引っかかってもしゃあないよねみたいなところで、どうしても私は引っかかってしまうタイプだったから、ちょっとなっていう感情にはなってる。基本的に面白かったんだけど、なんか100点にはできない。なんか俺がそうやって引っかかっちゃうから。どうなんでしょうね、こういうのって。なんか逆転裁判とかなんかそういうの やってる人から見たら、なんか普通の話なのかな。で、DLC が2つあるんですけど、そいつらは、現在、作成中らしいんですよ。日本語版もっと。だから、まあ、それが来たら、DLC の方もやりたいなぁと思ってます。体験自体は面白かったから、やりたいなぁとは思ってます。自分の力で解けるかなというと、わからないところはありますね。ヒントとか使ってよかったんだかなぁ。なんかあれやね、結局どういう話だったのみたいなののまとめブログみたいなのがあると嬉しいな。まあこの後探してみますけど、ということで、日本語版でしたが以上です。で、日本語版なのでまああれなんですけど、ここに本当には DLC が2つ表示されるはずで、2つも買ってあるので、はい、またお会いしましょう。それではお疲れ様でした。